はい、それではやっていきましょう。丁寧に学ぶ流体力学第4回は粘性とレイノルズ数になります。まあ、今まで静止流体だとか流れのある流体だとかっていうのをやってきましたけど、まあ、それが概ね流体力学の一番根本的な部分、大事な部分になります。で、最後は粘性とレイノルズ数っていう、まあ、なんですかね、流体の簡易計算というよりは流体の特性についてもうちょっと詳しく見て、いろんな今後 CFD をやっていくってなった時に理解できるように、まあ、基礎的な部分を、まあ、技術者としての一番ノウハウ的な部分っていうのを身につけておくといいかなということで、最後粘性とレイノルズ数について扱います。で、まず粘性ですね。まあ、今までは完全流体として粘性のないものを扱ってました。ですけど、実際は粘性があるわけですね。壁の近くでは流体は流れづらいので、川岸ではまあ流れが遅くて、それ以外では流れが速い、真ん中のところで流れが速いだとか、あとはかき混ぜると棒の近くは流体が、しっかり粘性によって引きずられるんですけど、周りは流体は動きにくいだとかっていうのが、まあ、粘性のおかげで発生するわけです。なので、まあ、粘性っていうのは非常に流体の流れを決める特性の中で非常に重要なものなんですけど、まあ、それが実際にはあるので、それをちょっと考えましょうねというのが、今回の対象ですね。で、粘性のある流れにおいてよく使われるのは、こういったクエット流れというものになります。これ何かっていうと、2平面間、つまり、下にも板があって、上にも板があるとします。で、その中に流体がバーッと満たされていると。今回ちょっと白色がありますけど、まあ、全部はもう流体で満たされていると。で、そういった場合に、上の板をこう右側に速度をかけるわけです。すると何が起こるかっていうと、先端が起きます。上の板と下の板の速度差によって、先端力が生まれるわけですね。そうなると、流体っていうものが上の板と一緒に引きずられていくと。で、一方で下の板では静止していると。いうことになります。これによって流れっていうものはこんな感じの速度分布になるわけですね。上の方が速く下の方が遅くっていうことで、それが線形につながるような形になるわけです。こんな感じになるので U イコール、つまり任意の点における速度っていう、この適当な点における速度っていうのが H 分の UY という式になります。この U っていうのがこの板の速度で、 H っていうのがこの板と板の距離ですね、板間距離になります。で、y っていうのがもう高さ方向の位置です。で、この式から y イコール h で最大、つまりこの一番上のところではこの板と一緒に動いていくので、まあ、流体っていうのは壁と同じ位置で速度が全く同じになるので、まあ、そういうふうに定義するので、流体、ここの流体は速度 u となって、ここ0の位置では速度0となるというようなのがクエット流れになります。まあ、言われると当たり前なんですけど、まあ、一応、流体力学では定義からまずちゃんと考えないといけないので、まあ、こういったクエット流れを学びましょうねと。で、一方で粘性流体としてちゃんとよく出てくるのは、こういったポアソイユ流れっていうのも非常に重要になります。で、これも要は壁っていうのは静止した壁においては速度がゼロですよねと。で、一方で流体をこう管の間からこうわーっと押し出すと当然流体は動くわけですね。そうなると、マックスの速度っていうのはこの真ん中の位置になります。なので、それをつなぐ形になるんですけど、今回線形ではなくて、二次関数のような形になります。で、こんな感じになるんで、これがポアゾイユ流れというものになりますね。で、速度 U っていうものはこういった感じで決まります。デルタ P で 2μ と。ちょっと計算式、元の式から出してくるのすごいめんどくさいんで、まあ、とりあえずこんな感じになりますよと。で、2乗が入っていると2次であるということもわかると思います。で、この式っていうのは y イコール2分の 1h、 つまりこの一番ど真ん中のところで最大となって y イコール0と h の部分で速度0となるような式になっているというような、まあ、ちゃんとこういったこの0の部分とこの最大の位置を結ぶような二次関数です、結ぶような式になっているということがわかると思います。まあ、代入だけでもやってみると非常に理解が進むかなと思います。ということで、粘性流れにおいてはこういった壁の特徴っていうものを考える必要があるので、さっきのようなクエット流れ、ポアゾイデ流れっていうのがまあ一番基本的で代表的な流れになるということになります。で、次はその粘性に関わるものとしてレイノルズ数っていうものをお話したいと思います。まあ、レイノルズ数で今回 あの流体力学の講座は終わりになります。レイノルズ数は非常に流体の特徴を見る上で、使える無次元数でして、慣性と粘性の比を表すような無次元数になります。で、慣性と粘性って言われてもパッと分かんないと思うんですけど
連続数っていうのはこの分母と連星力と関星力の比で、関星力っていうのは密度、速度、対表長さっていう、まあ、だからこのスケール感ですね。このデカさとか速度感っていうものと、分母が連星力です。それに対して連星がどのぐらいかっていうことによって、レイノルズ数っていうものが決まります。で、このレイノルズ数が高いと渦が発生します。なので、これ、まあ、これ海の発生している渦ですね。これはなぜ渦が発生しているかというと、粘性がすごく低い。つまり水なんで、まあ粘性が低いですよね。で、それに対して慣性力、まあ速度とかが速いですし、代表長さ、海ってまあ幅とかもすごい広いんで、まあなので速度が速い流れなので、すごい渦が起こりやすいような条件になっているというのが、このレイノルズ数から渦の発生っていうのが予測できる仕組みになります。なので、例えば、速度がめっちゃ遅い流れて渦発生しそうにないっていうのは直感的にわかりますよね。逆に、粘性力はめちゃめちゃ高い流れ、めっちゃネバネバした流れっていうのも渦発生しそうにないのもわかりますよね。まあ、そんな感じで、レイノルズ数を使うと渦の発生が予測できるというのが一つのまず特徴になります。で、もう一つのいいのが、レイノルズ相似則と呼ばれる、まあ、法則があって、レイノルズ数が同じであれば、全く同じ流れになるっていうような法則があるんですね。で、これによって、まあ、レイノルズ数、このレイノルズ数という、まあ、無次元量を合わせるだけで、全く同じ流れを再現することができるので、ジェット機など巨大な機器周りの流れの検証に使われます。例えば、ジェット機って、まあ、検証すごい難しいわけですね。そんなあんなでかいものをまあ、一回作って、まあ、そのジェット機に対して風を与えるわけにもいかないですし、一回飛ばして壊れたら困るわけですね。なので、どうするかっていうと、レイノルズ数が同じだったら同じ流れになるので、この L っていうのが代表長さなので、代表長さをちっちゃくするわけです。なので、ジェット機の、例えば100分の1の代表長さとかにして、で、かつ、もしくは速度を100倍の風を与えてあげる。もしくは、粘性の低い、流体を使って再現するとかでもいいですけど、まあそういった形で、何か他の変数っていうものをいじることによって、このジェット機を小型の、試験で再現することができるようになります。これ結構いろいろよく使われている試験で、例えば水中とかでもそうですね。水中とかの試験をやりたい。まあめちゃめちゃでかい機器を水中で、使った時にどうなるかを知りたいって場合とかも、この代表長さをいじって速度とかもいじるとか、っていうことをすることによって、実際には試験がすごく難しいものを、簡易的な試験機でモデルすることができるっていうことで、レイノルズ数っていうのは非常に重要な指標になります。なので、まあ、今回、まあ、流体力学として計算としてバンバン使うようなもんではないんですけど、低計算で使うようなもんではないんですけど、実際のエンジニアリングの場面では非常に有効なものなので、レイノルズ数ぜひ覚えておいてください。で、最後、無次元化したナビエストークス方程式についても、まあ、一応紹介しておきましょう。無次元化することで物性値によらない式になるので、そのナビエ・ストークス方程式っていうのが、まあ、この下に書いてるこの辺なんですけど、これを無次元化すると何がいいかっていうと、物性値、まあ、例えば粘性って、粘性とか、まあそういった実際にある値があるんですけど、それを、全部無次元化すると単位が全部なくなるわけですね。そしたら、いろんな流れっていうのの検証が良い。まあつまり、無次元化することによって、全く同じ流れが出るわけです。さっきのレイノルズ相似則と同じように、無次元化したら全部同じ流れになるので、それだったら比較がすごいしやすいですよね。論文でこの単位ですよっていうのをこまごまやらなくても、無次元化してるので、こうこうこういう条件で、無次元値ではこの条件でやりましたよって言われたら、まあ比較が簡単ですよね。で、そういった方法を使って CFD で検証がよく使われます。なので、無次元化したナビエ・ストークス方程式っていうのは CFD の、まあ、自分の検証をやる上で非常に重要な、項目になってくるわけですね。なんで、まあこんな感じに、まあ、まあ、一応、ナビエ・ストークス方程式ざっくり言っておくと、この一番左が否定条項って言われる、まあ、時間微分しているので、時間変化に関する項ですね。で、この2つが、移動に関する項、位流項って呼ばれるものです。で、ここ P が圧力なので圧力項。で、ここは粘性項ですね。まあ、そんな感じで構成されてるんですけど、こういった代表長さ、この X とかを、実際の次元の X に対して代表長さで割る。速度 U とかも、実際の U、物性値の U、速度 U に対して代表速度で割るとかっていうこの時間も同じように。まあ、これ代表長さと代表速度で割ると、この時間の無次元量、時間の無次元、代表時間が出てくるんで、それで割ると。
まあ圧力も同様ですね。まあそんな感じでやることによって無次元化することができますよと。こういった式を用いて一般的に検証するので、まあぜひ知っておくといいんじゃないかなと思います。ということで今回、まあ流体力学の第4回、ちょっと短めですけど、まあ粘性とレイノルズ数についてちょっとエンジニアリング的に必要な情報について紹介しました。で、今回の第4回が最後ですので、丁寧に学ぶ流体力学はこれで終わりになります。まあ、一応第1回からざーっと振り返ると、まあ、一応第1回では流体の特徴と計算式について話しましたけど、まあ、流体とは何か、それは分子に、運動でありますよという話をしました。で、この分子の運動っていうのが要は最後に粘性にもつながってくるわけですね。粘性っていうものは、この分子同士のぶつかりによって、値が平均化、その速度が平均化される現象が粘性なので、まあ、そういったものであるとか、圧力っていうものは分子が当たることによって力が発生するものであるとかっていうことが、まあ、関係してますよと。まあ、あと、まあ、ちょっと変わった式なので、まあ、あと計算式まで話しましたね。で、あとは、まあ、静止流体っていうのは、まあ、圧力っていうのが非常に重要ですよという話をして、まあ、浮力もありますよ、みたいな。で、重要なのは、まあ、こういった、エネルギー保存が成り立つところとか、運動量保存、連続の式っていうものが、今回こういった流体力学として扱いましたけど、CFD でも全く同じような式を使います。簡易化されてないような式が、CFD で使われるので、まあ、これと同じような次元間で持っておくと、CFD の勉強もしやすいかなと思います。ということで、まあ、いろんな式を扱いましたけど、基本としては、まあ、そういった、そうですね、3つの代表的な式っていうところと、流体っていうものが分子運動であり、かつ粘性とか粘度数っていうものが発生するので、すごく複雑な流れになるっていうイメージがある程度ついたんじゃないかなと思います。この、簡易化されたイメージ感と、こう複雑、なんで複雑になるのかっていう要素分解をすることができれば、CFD とか扱う上でも、何が起きているか、現象とか間違った結果ができた時にしっかりと見分けやすくなると思いますので、ぜひぜひその感覚っていうものを磨いていってください。ということで、今回第4回まで長々と、長い講座でしたけど、ご視聴いただきありがとうございました。また他の動画として、CFD の動画とか、プログラミングの動画とか出してますので、そちらを見ていただけると幸いです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。お疲れ様でした。